飛び出せグーチョキパーティー、タンポポシオリンとヒロミチレッドの何でもチャレンジ。今日はパントマイム大好きウサギのリサぴょんからパントマイムを教えてもらうよ。やった。イエーイ。それじゃ早速いくよ。あれ何これ、壁、おあれ壁、えないのに、ね、すごい壁があるみたい。今日はこの壁に挑戦してもらうよ。できるかな。お頑張ってね。えちょっと待って、一緒にやるんだよ。やるの、おやるって、あれ俺の弟はどこ行った、ブルー。それではレッスンスタート。ポイント1、壁をパッと触る。壁を触るときに手をパッと開きながら触ると壁がよく伝わるよ。はい、お、こんな感じかな。あ、いいねいいね。あ、でここで一つポイント、イメージはピタ、お指とここの手のひらの下が一直線になるイメージを持つよ。なるほど。そうするとより壁がよく見えるよ。なるほど、手のひらでベタッと触るイメージですね。そうそう、いいねいいね。壁を触る瞬間に手をパーにするイメージだよ。ここから手を動かさずに体だけ動かすとより壁が見えるんだ。体を動かす、手を動かさないで体を動かす。さあ、そして完成したのが壁を使った三人パントマイム。泥棒ハッチマルよ。みんなもパントマイムの壁やってみてね。